そう,そうなのーうんそうだねそうそうそうでずっと踊ってていやモバメで送った髪型そう髪型はあのもう で高く結んでたからあの振り回すと自分の顔に当たっちゃうからやめようと思って <laughs> そうもう今追い込み期間だからそう私もここのさ葵ちゃん部屋めっちゃ好きでさそうまだお風呂入ってないのめっちゃボサボサ。 もう信じられないほど踊ってたからもうまだ汗がさそううんアイス食べたい <laughs> そうそう一番風邪ひきそうなタイミングかも今が。 あのー、そうなんだっけそれなんていうのモチベーションをんかいつも通りになってた気がするからえー、かわいい当たりだってすごいかわいい何このチ割れみたいなチ割れじゃんこれめっちゃかわいいありがとうね当たり出たえっ外れもあるのあそうなんだ え、めっちゃかわいいものめっちゃかわいいありがとうございますそうそうなんだよねわっまた来た何これマグロ違うマグロだっけこれ青って違くないサバとかじゃなかったっけめっちゃかわいいありがとうございます8割ありがとうねサバ <laughs> 当たりとサバ,が出ましたサバもアタリってことかなどういうことなんだろうねどうなんだろうマグロはありか <laughs> そうそうそう魚の漢字がいいっぱいあるんだねでもさなんか一人はいるじゃん絶対あの魚編の漢字何でも読める人みたいないっぱいいるじゃないですか。 なんか難しい特殊な感じいっぱい覚えてる人とかいっぱいいらっしゃるじゃないですかたまーにそうなんだっけなあと何だろう何の話してたっけ <laughs> ええなんだっけな魚に侵略されちゃった <laughs> そう えーっとあそう追い込み期間だから踊っててそう靴とカバンは読めますなんだろうなえー、でもなんだろう人によってやっぱさ追い込みのさ違いがあるじゃないですか私はなんか全部中途半端にあって 全部60%とかになってなんかだんだんと最終日に近づいていくにつれてあの余裕が出てきちゃって <laughs> そう何だろうね何だろうどうしてだろうねでも私は困ってるつもりではいるけど。 結局評価するのは自分じゃなくて周りの人々だから <laughs> そう頑張るしかないんだよなぁと思ってつまり今余裕があるってことそうそういうこと <laughs> 余裕が余裕を持っちゃいけないって絶対分かるんだけどそうでも余裕なん 何、ね、<laughs> て言えばいいのなんかあの,謎の,地震あのテスト最終日の前の,あの期末テストとかであなんか全部いける気がしてきたっていうやつの前のやつ <laughs> それと同じでも自分ではその何ができないとかは分かっててあそう無敵感って感じあの感じを多分知ってる人はそれなんですよ私今。 うん、そうなんだよねなんだろううん結局さなんかそうどんなにあれだとしてもさ結局結果しか見ないじゃないですか過程も確かに見てるかもしれないけど一番大事なのは結果だからうんんだろうなんて言えばいいんだろう だからさあ60%になるまでにどんだけ時間がかかってても結局一日で100%いった人の方をさあより評価するじゃないですかうんだから頑張りたい。<laughs> 頑張りたいっていうか頑張らなきゃいけないかなって思ってますねでもなんか暗すぎると。 あんまり良くないから今明るく今はっていうか今も明るく笑う角には服着たるじゃないけど明るくいれば明るくなれるかなってなんかなんて言えばいいの空元気でさ結局元気になっちゃうこととかいっぱいあるじゃんそうそう結果にこういうしないといけないそうなんだよ あ、でも今日の朝、あの、チョコミントのアイス食べたら、なんか、そう、なんか歯磨く前にチョコミントのアイス食べて、その後歯磨いて、あ、確かに歯磨き粉とチョコミントって同じなのかなって思っちゃった自分が、すごく悲しくて。<laughs> で、そのままなんか投稿する時も、なんか悲しい気分になっちゃったから、なんだろう。結局、 そう。なんて言えばいいんだろう。うん。明るくいけばいいやって思います。気づいてしまっちゃったの。そうなの。気づいてしまったらいけないから。<laughs> あとなんだろうな。うん。うん。なんだろうね。 それを乗り越えていく、ありがとね。そう。あ、そう、おしゃべり会が、なんと初めてのおしゃべり会ですよ。イエーイ、素敵、素敵。初めてじゃない。あの。えー、っと、メリーちゃんと、ジュッちゃんは、もう。おしゃべり会さ、さお誕生日として、やってたと。やってたと思うんだけど。そう、私。 初めてのお話会だからそうぜひ皆さんとお話できればなーって来てくれるかなーってそうすごい嬉しい自分なんかよりアイドルらしいいなって思います <laughs> そう1対1で話す機会はさあのー、お出迎えの時もあるけどお出迎えもそんなに。 長,す長く話す場所じゃないからそう長く話せないからさそうじっくりゆっくり話せる場所を場所期間を設けて <laughs> いただいてるからそう楽しみだなって思いますやったー本当にうん <laughs> あと生写真ってまだ出てないよね <laughs> うんそう私はそうそうだね自分から話すこともあるかな ねまだだよ、ね、そいつなんだろう <laughs> 今月出ないいやそんなことはないと思うんだけど2ヶ月連続マジで嬉しいとってもなんかやっぱ話すこともさ好きだから。 本当よかったそう私の生写真買うとランダムで来るかもしれないんだもんねいいよねあれ一つ一つ真心込めて書いてるから <laughs> ありがとう当たってくれてねえオフラインのお話し会も楽しいの楽しいよねそりゃんて言えばいいの なんか私そんなにお話し会をさよく詳しく知らないからなんだろうオンラインもオフラインもオンかオフかっていうだけな感じ緊張するのか緊張してくれるってことですか皆さん <laughs>。 オフラインも絶対楽しいよねオンラインも絶対楽しいけど何だろうんいっぱい、まあ、人それぞれだよねオフラインが好きな方もいらっしゃればオンラインが好きな方も緊張感を楽しむ <laughs> 繋がるまでねそうだよねドキドキだよねでもなんか話したいこといっぱいありすぎて 話せないかもなんか1回の会話時間が多分決まっちゃってるじゃないですかその時間が決まってるからこそなんか全てを話せなきゃいけないと思って全部なんか早口になっちゃう気がする私 でも髪も服もさめっちゃ可愛くして皆さんをさと話すためにそれそういうのめっちゃ楽しいと思います <laughs> 早口会い会ですみませんということで15分今うん サクッと切られてしまうんだねあ言うこと決めてメモってああそういう感じかタイムラグもあるのかあ外でもねお話ができるんですね面白いねなんか全てそれぞれの良さがあるというか容赦なく終わっちゃう <laughs> そうなんだねうんはいウインクなんだろううんうんえなんだろうじゃあ 皆さんのテスト期間の頑張って覚える方法を教えてほしいです <laughs> なんだろうやっぱさ私は食べ物に頼ると食べ物しか手をつけなくなるからなんか例えばさハイチュープレミアムと一緒にあのハイチュープレミアムを食べながらやろうと思ってもハイチュープレミアム食べ… 終わってから勉強始めるみたいなそういう人でしかないからうん何睡眠学習睡眠学習寝るってこと一度見れば忘れそれさなんか沙帆ちゃんと話したの、ね、映像記憶になりたいね <laughs> 書いて覚えるねそうだよねずっとノートにまとめるうん頭のさ整理をするのめっちゃ大事だよねひたすら書いてたあうんうんうん覚えたいところを声に出してそれなあちゃんかも 立ち位置とか声に出しながら踊る人だから数学の公式とかもう数学の公式大き嫌いだったからでもなんかうーん因数分解とかのあの公式はなんかそう実践してたかも私問題解きながら頑張って覚えてた。 寝る直前にやって起きた直後に同じことをするとえー、知らなかったそう語呂合わせ分かるめっちゃ分かる問題の出し合いもね頭に入るよねうんあなんか青いペンいいって言うよね分かるなんか聞いたことある落ち着くんだよね確か かといってなんか青いペンで書きすぎてなんか周りのものも青いものになりすぎるとなんか気持ちが逆に下がることがあるらしいからほどほどにって感じらしいよ。でも青大好きなんだよねえ、ね、友達に教えるのもいいよね。 そう勉強中音楽聴けないんだよな、ね、私絶対に集中できないじゃないですかなんだろうなんか勉強中に音楽聴くと絶対になんか音楽しか頭に入ってこないからさその集中ができないんだよね私なんか教科書をマーカーするのは全然 私は何だろう頭に入らなかったアンキパン食べよう <laughs> 手紙はペンでに書いてうれしい本当に嬉しかったそうみんな意外とさなんか必ず青要素を入れてきてくれるのが嬉しいんだよね <laughs> そうお司祭カラーだからラジオ聞きながらね そうだねスタバで勉強かっこいい音楽聴きながら本読めないなんかその音楽のリズムにこう乗りながら読んで <laughs> 全然頭に入らないかまあもともと本頭に入らないっていうのもあるけどそマーカー引いてあの暗記シート赤シートでやるのはすごい。 頭には入るけどマーカー引くだけは入らないかも私それ、ね、でもなんか私は何だろう一瞬でも休憩しようって思うとあ休憩しようと思って休憩するとそのまま寝る流れになっちゃうから何だろう 六十パーでの力でずっとやり続けるって感じかも。いきなり百パーで100。百ゼロ百ゼロの。なんだろう、セットを繰り返すよりも。四十とか四十から六十パーを。ずっと保って <laughs>。三時間とかやる方が私は。得意かな。どっちかというと。 勉強する前になんか。私さ、本当に部屋掃除。を、なんか。常にするってタイプじゃないんだけど。なんか、なぜか。するんだよね。<laughs> 勉強する前とか。そう。なんか。そういう時に限って、逆に部屋が汚く。なってるからかな。テスト期間って、なんか部屋汚くなるイメージかも。 なんだろう使ったものをなんか元に戻さないっていうかあトムあの邪魔する時があってでもそれは私にとってはとてもその時間をさなくしてくれる存在じゃないですかトムがだからすごい嬉しかったけど <laughs> そう綺麗な場所で勉強したいよね 私は自分の部屋が本当に勉強するには向いてない場所っていうかやっぱ隣にさ布団とかもあるからやっぱ誘惑がいっぱいありすぎてだから私は図書館学校の図書館とか自習室とかあと普通に図書館とかで勉強してた一人でやった方が好きっていうか友達と一緒にやるのも好きなんだけど その友達がなんかご飯食べてたら絶対話すじゃん。でその話す時間でなんか満足しちゃって勉強もなんか手につかなくなっちゃうからそうそうなんかたまいつも家でやってる人はたまに違う場所でやるとめちゃめちゃ集中力がアップするって言ってた。 逆にそのなんか真新しすぎても集中できない真新しすぎて集中できないからみたいなえそう友達と一緒にやるとさだって声がなんか今つ森の世界観だったんだけど友達と一緒に <laughs> そう友達と一緒にやるとあの友達がどれだけ進んでるかとか聞くじゃないですかその時にあのあやばい やばいってなんかどうしても比べちゃってそうあつっぽかったよね友達と一緒にそうそうなんですカフェでやると四五でか確かにめっちゃあるカフェでも私コーヒー飲めないそうコマがコーヒー飲んでてめっちゃかっこよかったなって思いました <laughs> 英、うん、単語覚えるのに暗記用プログラミング作り始めて <laughs> プログラミングしちゃったんだそうでもこれこれあんまり私頭に入らなくて本当に人を選ぶと思うこれはあの単語帳か単語帳っていうのこのめくるやつ答えを後ろに書いてめくってくやつアルビット っちゃ私得意じゃなくて私はあのマーカーに例えば緑とかでペンを引いて赤シートで覚えていくのが得意でしたでも長,長く見すぎると周りが赤シートのせいで緑に見えちゃうからうまい具合にそう手加減をしないとそう作るのに満足しちゃうよね <laughs> てか作って書いてる間に覚えたりしちゃわない？なんか英単語書いてでその裏に答え書いてってやってたらそうそう結局なんかバスの中とかであの毎朝こう 見るののが一番いいのかななんていうの長期記憶って感じあの毎朝の小テストとかあるけどさそれはマジで短期記憶でしかないから私はもっとなんかこううまい具合にするべきだと思ってます先生たちに <laughs> そこまコーヒー飲めるんだよ <laughs> しかもそのの 飲飲もうとと思って飲んでるところがよりかっこよりくない,なんていうの好きだから好みで飲んでるっていうのがすごく好きなんだよね駒のことがそう。毎週火曜は英語で毎週木曜は古典でみたいなそんな感じの <laughs> 毎朝の小テスト <laughs>。だからあの違う水木とかで連続だったからそう。 月曜日と金曜日はゆっくり寝れるんだけど移動中になんだけどそうかえ、なんていうのカースイモクはちょっとごめんなさいって感じだ <laughs> ごめんなさい <laughs> そう <laughs> でも私はココアが大好きだからココアを飲みます数学のテストはなかったあのー なんていうの単元テストっていう地獄のテストがあったんだけどうん <laughs> 意外とでも中一はみんな勉強してくるから大丈夫だよ中間テストはみんな勉強してしかもその勉強の成果が全部出せるところだから大丈夫だと思います 単元テストめっっちゃ大嫌いだったなんか単元テストの日程をあらかじめ出されるのね例えば今日5月22日だけどこの単元のテストを6月の22日にやりますって言ってその1ヶ月間さ勉強すればいいじゃんでも結局焦り出すのって1週間前じゃないですかそういうとこだよ本当に私 <laughs> そうそんな感じなんだよね本当に 赤点取ったことはありますよ <laughs> ありますよもちろん40点が赤点で39点とか38点を取ってました数学で <laughs> そう勉強してなかったから当たり前なんだけどうん しかもそれが必ず期末テストなの取るとしたら中間テストじゃなくて期末テストなの <laughs> そう私でも赤点は取りますよでもなんかそう期末理科はすっごい苦手でも科学 もう苦手だなぁ計算じゃなくて言葉言葉で頑張ってた <laughs> そう言葉で頑張ってましたあとあのワークで解いたことある問題がそのまんま出ることが多かったから科学はもう答え暗記してなんかそうそれっぽいのを書いてモ <laughs> ル大嫌いです私。 でもさなんか光線とか赤点が60点って言うじゃん私もう多分今生きてないと思う光線行ってたらまずいけてないかもなんだけど光線の世界だったら私はうん生きてなかったかもあ天気はちょっと得意だったかも。 得意っていうかなんだろう私はまだ頭の中で理解ができたけど <laughs> そうだよね全然でもなんか眠くないのになんだろう頭がぼーっとしてるから多分。 あくびが出ちゃうだけです私の得意科目はないです <laughs> じゃあ、えー、学年集会とかにしてきますよ私の得意科目 <laughs> そうそういうのかな社会の地図記号さすまたのやつ消防署交番 丸がついて警察署みたいな体育も苦手だからね私ごめんだけど体育全然できなくてあのそうなんかでもあの先生に「あのあなたはこれから鍵を持ってくる係です」みたいな指名される人でした。 <laughs> でも私の周りの人も受験モードに入っちゃってるから受験モードに入ってるからなんだろうこうなんか「NCT 祭り出るんでしょ?」って言われたけどあのなんて言えばいいんだすごい。 そういう情報も多分これから取れなくなってくると思うから何だろう,そうめっちゃ遊びに誘いますこれから3月あたりかな3月のあのもう大学が決まったとしてあのもう自由登校の時に私は誘いたいと思います誘います絶対 絶対に誘うんだぞ絶対に誘うんだぞ <laughs> そう絶対に誘ってやります私はでもすごいみんな応援してくれた人ばっかだから NGT になってそうだからその何か恩返しが「そう私はディズニーに行きたいんだ」<laughs> 絶対に今見てないと思うんだけど。 でも大事だもんねこの期間ほんとにこんなさあのショールームなんて見てる暇じゃないしそうだからあそう夢の国夢の国ショールームなんて多分見てないと思うしあとなんだろうえー、多分スマホすらさでも今の学生ってめっちゃ大変じゃないあの スマホって絶対見ちゃいけないのにあの大体のなんかそのさ勉強する参考になるものがスマホにあるっていう感じ。でもぜひ本当にもう早い段階で決まっててほしいなって正直思いますけどね。 <laughs> そう調べ物とかそうだってなんか例えばタイマーとかもスマホじゃんスマホだからこそできるものだけどそのスマホに頼りすぎてまたスマホ見ちゃうから友達にも一人一人夢があるからさ ほ本当に最後の最後まで何があるかわからないっていうのも知ってるからそうみんなさしかもちゃんと夢を持っててそ,うその夢が叶うためにを叶えるために大学に行くからさ私も大学に行ってでも正直言うと言うと私は本当に大学決めてなくてそう。 NGT になる頃12月だったんだけどその時期ですらあの大学も第一規模決まってなくてやばいってなってて <laughs> 学校の先生になりたかったんだけどでも学校の先生でいいのかなとも思ってて正直教えるとこ,ことが別に得意ったわけじゃないけど。 何かずっとちっちゃい頃からの夢が先生でしかもちゃんと大学にも行けるからそう大学を目指せるなんていうの先生教育学部とかあるじゃん大学で。そう、だからその大学に行く理由も作れるから私は先生でいいやと思ってたけど。 本当にやりたいことなのかなとも思っててそうで私はあのゲームが好きだったからなんかゲームのデザインの方でも行ってみたいなとも思っててそう高校か中学か小学校か、ま、はたまた別のところかも何も決めてなくてただ学校の先生になりたいって思ってたけど どの先生になりたいかなんてまず決めてなかったしでもずっと小学6年生ぐらいからその受験する時にもう決めててなんかだからその時にもう考えて書いてたしだけどなんでかなんて理由言えないしでも頑張って理由書いてたけど。 なんだろうねそうゲームのそうデザインみたいなデザインじゃないけどなんか本当にそうゲームの何かに関われたらなと思ってそう,そうお花屋さんとかにも多分一番最初の夢はお花屋さんになることだったんだけど。 まあお花屋さんなんてさ何か夢だって思っててその現実味がないじゃないけどそうだから私バイトでお花屋さんめっちゃ調べたの <laughs> お花屋さんないかなーって思うぐらいバイトでお花屋さん調べるぐらいだから私はお花屋さんの夢はまだ持っててた持ってたってことでいいのかな <laughs>。 そ,うそんな感じかもでもどんなさお仕事でも辛くないわけがなくてお花屋さんだってさなんか夢の世界だって思ってたけど実際水仕事じゃないですか冬もどんなに寒い冬のマイナス何度の日でも冷たい水の中に手をつけなきゃいけないし。 学校の先生だって毎日毎日レッドブル飲んで悲しい生活っていうか悲しいい生活なんていうの私にとってはすごい今たくさん寝なきゃ生きていけない私だからそう寝れないかもって考えたらすごい悲しかったし。そそのそれをできる ちゃんと頭がいい人じゃないとできないから私は頭がよくないからより仕事にも時間かかってうん,なんか学校の先生ってよくよく考えたら私 本当に頭がいい人じゃないとできないのかなって正直思ってますだからなんだろう自分には向いてないのかなぁとも思ってた今考えるとすごい思うかも大変な仕事だよねだからこそ先生のこと本当に大好きだったしみんな みんなのこと大好きだったからそう毎日さあの日誌のさ返信を書くところもめっちゃさちゃんと考えて書いてくれてそういうところ大好きだった。そう 多分の業務がね多いからこそそれをさそうなんていうの軽くこなせる人じゃないとむできないよねそうでもそのなんだろう頑張ってる姿その先生に教えてもらってでその頑張ってる姿は本当に やっぱ先生はさその道のプロなわけじゃん美術とか何もかもだからアドバイスもらったら絶対にこれそうじゃんって思うことしかなかったりとかそう授業の準備とかも大変そうだけどなんかずっと笑ってたんだよね先生はそうなんだろうねなんか何が それぞれぞに向いててるる職業ってあると思うけどね急に重い話になっちゃったごめんねそう,そうサラリーマンって言うけどさサラリーマンもサラリーマンでさそのただのサラリーマンなわけじゃなくてさそのサラリーマンの中にも医療系とかあとそれこそデザイン系とか。 商業系とかなんかいろんな道があるからさ私はサラリーマンっていう一括りにしないでほしいとも思ってるしうーん <laughs> 職業の話そうだねー面白いよね出張とかさいっぱい行く人もいればさ 集中行かない人もいるけどさうんなんか本当にいろんな仕事って本当に奥深いな <laughs> って <laughs> 思うなねえんだろうでもスーツとか本当にさスーツの柄もさ 人それぞれぞ違うじゃんネクタイも同じ柄なわけじゃないしさしかも持ってるかばんもリュック型となんかあの四角のこういうさこういうかばんもあるしさなんだろうあとなんかあるスーツのかばんあとこういう普通の手提げの人もいるしさいろんな 種類がこの世界には存在するんだなーってあリュック型の人もいるんだねあとなんかさあの画用紙みたいな持つためのあのなんか弓道のさ <laughs> 筒型のいるもの持ってる人とかもさこんばんは 3way! なんでカバンにもできるしカバンにもできるじゃない <laughs> リュックにもできるしこのこっち手さげカバんにもできるしみたいなそうそうそういろいろあるよねでもなんか自分の好きなことをさやっぱ仕事にするのって難しいよね あ、図面入れ <laughs> 図面入れ <laughs> そう難しいやっぱさカバンもさ多機能な感じなの多機能な感じの方が人としてはいいよね私は何だろうポッケがいっぱいついてたら大好きなんだけど 何だろうね <laughs> そう面白いねあー好きだからあえて仕事にしないタイプもねそれもそれでかっこいい本当に人それぞれの考えがあるんだね 考えがあるんだね <laughs> あほんとに何だろうね本当に私はもうなんだろうカバンの中身はもう信じられないぐらいどんな時でも大量なんかカバンがパンパンなんだよねカバンがパンパンってわけじゃないんだけどその逆にカバンが軽すぎ となんだろうう不安になっちゃう感じかもだからスマホを手に持っててそのポッケに入れてたとしてもカバンがすごい軽かったらスマホもカバンの中に入れて重くして <laughs> みたいな重さがないと苦しいんだよねそんな感じそう心配性だからさ「あじゃあこれも入れとこう」ってなって重くさせるどんどん。 <coughs> 一定の重さがすごい欲しいんだじゃあそろそろ誕生日しようかなじゃあ行きますね13位もっちょさんありがとうございます12位勝さんありがとうございます11位涙目のるかさんありがとうございます10位オクタゴンさんありがとうございます 九位かんちゃんありがとうございます。八位ぱぴこさんありがとうございます。七位ユウくんありがとうございます。六位タカラさんありがとうございます。五位ビールバラさんありがとうございます。四位山ちゃんありがとうございます。三位まささんありがとうございます。二位松はさんありがとうございます。一位川さんありがとうございます。ありがとうね。ありがとうございます。 なんか急に暗い話にもなったりしちゃったけどごめんねまた配信できたらしますねそう日曜日かな前座なのでぜひ見てください見てください <laughs> そうこれドラも頑張ろうねいたそう昨日もなんかそう送ったけどそう29日も なんとなんとなのでぜひ待ってます <laughs> ちゃんとご飯食べますありがとねそれじゃあまた配信をするときは私がお知らせするのでぜひ見てくださいまたね前座来てねまたねバイバーイ